こんにちは。菅敦子作、ベネツィアの宿より、カティアが歩いた道の8回目、最終回をお送りします。まさかとは思いましたが、もしかすると先生のことかもしれないと思って、大学の廊下ですれ違った若い同僚の愛が言った。彼はフィリピンから戻ったばかりだった。そのドイツ人のおばさん、カティア・ミュラーって言うんです。僕のいた山の町の学校の校長先生です。ミス・ミュラーと呼ばれて、近辺の住民に大層尊敬されているそのドイツ人の校長は、南仏に本部があるミッションのグループからフィリピンに派遣されている。パリでルームメイトだった日本人の厚子にイタリア語を教えたことがあると聞いて、僕は先生じゃないかと思ったんです。来週の水曜日にミュラーさんが成田に着きますと、愛からのメッセージが研究室のドアに貼ってあった。新学期が始まる直前で、私は仕事に忙殺されていた。ある国際機関に招かれて日本を訪問するカティアの方も、会議や見学や招待の予定がぎっしり詰まっていて、双方の空いている時間がなかなか見つからなかった。滞在中の面倒を見ることになっていた愛と何度も連絡を取った挙句、彼女が日本で過ごす最後の日の夕方、ホテルでのレセプションまでの1時間を取っておいて、二人だけで会おうということになった。桜が満開を過ぎたばかりだったから、まず市ヶ谷の土手を、その後集まりがあるはずのホテルまで歩いてカティアを送る。たったそれだけの予定だったが、その間だけでもカティアに東京の春を満喫してほしかった。透明な蜜を流したような4月の夕方だった。初めてパリで会った日、4階の部屋のベッドカバーに波打っていたカティアの髪は銀色になって、曲げが小さく縮んでいた。もう70をいくつか過ぎている感情だった。何年か前にフィリピンで事故に遭った後遺症だと言って、杖をついているのが痛々しかったが、何事もわからない名の商標がついた彼女の白いスニーカーを見て、戸棚の上にきちんと揃えて置かれた歩き靴が記憶の底にちらついた。桜なんて本当はどっちでもいいのよ。カティアが低い声で言った。あなたに会えただけで私は満足してるの。カティアは杖をついていない方の手を私の肩に回した。昔と同じ産毛に覆われた丸い肉の柔らかいずっしりと重い手だった。四ツ谷に近い女子校の塀が続くあたりまで来ると、塀の向こうに赤い大きな太陽がゆっくりと沈み始めた。ずっとフィリピンにいるつもり？私が尋ねると、カティアはふふっというように笑ってから、静かな声で言った。神様のおぼし召しのまま、よ。粗末なワインカラーの絨毯を敷いた、狭い部屋の小さな机に向かって、むさぼるように哲学書に読みふけっていたカティアの姿が目に浮かんだ。会うまではあれも話そう、これも尋ねようと思っていたのに、会ってみるとベルナル断崖の部屋で向かい合って朝食を食べていた時と同じぐらい、何も話すことがなかった。カティアはカティアなりの道を選んで、今は安らいでいる。
道がカーブになったあたりで土手に登ると、そこだけ樹木が密生していて深い森に来たようだった。地面が湿っているのを敬遠してか、そのあたりだけは花見客の姿が途絶え、紅白の幕もなかった。人影のない薄闇を通してみると、空気が桜色に染まって音のない音楽の中を手探りで迷い歩いている気がした。地面に散り敷いた花が辺りをぼんやり照らしている。もう時間がないわ。かすれたようなカティアの声に我に返ると、花にほうけた私がおかしいのか、目尻にしわを寄せて笑っている。ちっとも変わっていないね。すっかり優しい老女になった彼女は、そう言うとさもおかしそうにクツクツと笑い続けた。これで菅敦子作カティアが歩いた道は終了です。ありがとうございました。